岡山県のご当地グルメとして人気を誇るエビ飯は、その黒い見た目と独特の味わいで、多くの人々を魅了しています。しかし、このエビ飯のルーツは岡山ではなく、東京渋谷にあります。この料理を生み出したのは、渋谷のカレーハウスインデイラで、昭和30年1955年に誕生しました。初代社長の出辰巳さんが故郷の岡山に戻り、昭和41年1966年に岡山でインデイラを開店したことで、エビ飯は岡山で大ヒットしました。岡山のエビ飯は東京のものとは異なり、甘めの味付けが特徴です。ソースに特にこだわっており、ウスターソースやとんかつソースとは違った独自のソースを使用しています。このソースが岡山産の米と絶妙に絡み合い、マイルドで懐かしい味わいを生み出します。さらに岡山版エビ飯には生マッシュルームが使われており、上品な甘みが加わります。またほんのり甘い錦糸卵もアクセントとなり、全体の味を引き立てています。こうして東京渋谷で生まれたエビ飯は、岡山で独自の進化を遂げ、ご当地ソウルフードとして深く根付いています。現在では岡山の多くの店でこのエビ飯を楽しむことができ、地元の人々に愛されています。